えーとこういう質問なんですけどそうですねやっぱりあの高校生の時なんかも小説を読むのがすごく好きでした、えー、その前は漫画とかを読むのが好きだったので物語の世界に浸るというのは、まあ、自分の中で、えー、日常茶飯事というかまあそういうものが好きだったんでしょうねで、それってやっぱり男の子の友達の中だと少し少ない感じがします、えー 同じクラスの中で文学部に行った人というのはあまりいない記憶にあまりないような感じですね。だけどまあ自分はま小説を読みたいまあ書きたいとかそういう,ふうにこう思ってました。だからそういうまあ人たちのいるところに行こうと思いま文学部を目指しました。え皆さんこんにちは専修大学の山口です。 今日は皆さんと吉谷信子の花物語その短編の一つを読んでいきたいと思います吉谷信子という作家は戦前少女小説を書いて絶大の人気を博していました今我々は少女漫画の形の中にそういうものの痕跡を実は見ることができます 吉屋さんの本はこういう形のいわばとてもきれいな装飾がついて一度復刻されたことがあります。実際の本は昭和14年に発表されたものなんですけれども吉屋信子がこれらの小説を書いたのは大正時代のことになります。 大正五年から大正十三年にかけて吉谷信子は五十二編の短編を書きましたそれらのものが花物語というふうにまとめられてこのような形で今出ていますまあ今出ていますと言いましたけれどもこれも実は古本なんですね皆さんが読む場合にはこちらの 文庫のサイズのものが今出ていますそしてそれよりも以前吉田信子が書いていてすぐそれらのものがまとめられた時には最初の文だけはこのような形の非常に小さなコンパクトな本として売り出されていました今日皆さんと読み進める「忘れな草さ」という作品は 大正6年の5月1日に「少女画報」という当時の少女雑誌に掲載されたものです。大変短いものですけれども吉田さんの微分というものが非常によく感じられる、まあ、そういう工作品になっています。それではスタッフの方が写してくれると思うんですけれども本文を読んでいきたいと思います。 え豊子が女学校に入学して初めて授業のあった日のことその学校では生徒が教室へ入る前屋内の体操場へ並んで級の順にに廊下を渡っってて教室へ行くことになっていた1年生の豊子の組はその時体操の時間だったから他の球が皆立ち,去る立ち去るまでそのまま並んで先生のいらっしゃるのを待っていたそして物珍しいままに上級の人たちの 足並み合わせて立ち去る姿を見つめているのだったいくつかの各級の組はあちらの廊下へと去ったそして最後に一番上級5年級の方たちが静かに新入生のつぶらな瞳の注ぐ中を通り過ぎていくのだった上級の5年生の方たちは同じ華やかな明るい美しい群を成しながらも成していながらもさすがにあのどこか言い知れぬ優しい 寂しさを持つような落ち着いたしとやかな容姿を容姿と気品を備えておられるのだった。その方たちが歩みながら列をなして進みゆく影を新入生の小さい人たちは何かの奇跡でも見るように驚いて眺めていっていた。えー、このようにですね、えー、下級生のまあ、豊子、えー、新入生ですね、えー、の豊子という女の子が。 上級生この場合5年生なんですけれどもまあ今で言えば高校の二年生ぐらいにあたる年齢のお姉さんをこう見てその人のことを慕うということなんですね次の部分のところがその部分にあたりますそしてその美しい群の中にも優れて豊子の瞳に染み込んだ優しい面影の一つが与えられたその面影の人は 柔らかいふさふさとした黒髪をさらりとからずから飾らずにあっさりと大きく三つに編んで結んで両側から大型の純黒のヘアピンを差し止めて上品な広い額際に少しほのかにほつれ毛の飾すのもひとしおえ清い主に懐かしさを増すのだった心持ち青白いすっきりとした中高な細表に描いたように優しい眉 何かは知らぬ恥じらうごとく伏せられた僧の瞳を覆うまぶたの下から長い潤んだまつげが目の下にいぶし銀のような影を落として漂う夢のような寂しい風情を添える軽く結ばれた赤い小さい唇は哀れ何の思いをひむるのかかすかに打ち震えるようにも思われる。 まあこれが女性が女性を描いたまあ非常にこうなんていうんですかあの美しいこう文章だと思うんですね。まあ、というこの視点からこのえ女の人の美しさというのが非常にこう綿密に書かれていると。まあ、特にその眉まつげがですねこう影を落としてそれがいぶし銀のようなえ憂いをこう彼女に与えているなどというのは まあ普通に考えたら小学校の6年生ぐらいにしかならない女の子がまあ感知できるような美しさかどうかわからないんですけれどもまあこういう美しさというものを吉田信子のの少女小説といいうのは発見していくわけなんですね。それがまあ当時の大正時代の女学生の中で爆発的なこうブームを呼ぶと。そして、 最初にお見せしたこちらのものは昭和時代のまた復刻版なんですけどもうすでにこういった吉羽信子の世界というのは昭和時代には少し古めかしいようなものとして考えられていました。えー、田辺子というですね有名な昭和の戦後の作家はですね古風な大行さが無限的でよかったと。 というふうにこう振り返って言っていますえ。つまりもうすでに昭和の時代になったときこういった、えー、女学生の様子というのはもうすでにどこかこう古いようなこう感じがあったわけですけど、まあその分こう切なさのようなものがこう凝縮して詰まっているような感じがあると思うんですね。さてこのようにこう憧れた美しい年上の女の人が まあ自分とこう接点をこう持っているのかというとなな、まあ、なかなかそういういいものは持てないわけです、えー、ところがまあ家庭科室に忘れたコテ、えー、のようなもので名前を知ったりとかでこの豊子は、えー、寮に住んでるわけなんですけどもその寮の先輩から、えー、水島というその上級生の名前を聞いたりとか、えー、そういうふうにして、えー、彼女は、えー、この年上の人を ひたすらこう思い続けます。え、そして、えー、ある接触のようなことが二人の中で行われることがあります。え、それが、えー、次の運動会のシーンなんですね。えー、本文を読みます。秋晴れの九月の日に校庭に運動会が開かれた。もう大正六年の頃なんですけれども、えー、運動会というのはあるんですね。えー、その時、えー、徒歩競争の選手にイトヨは加えられた。 その日の日プログラムは進んでやがて選手の競技に移った、えー、このようにですね、えーまあ、今で言えばかけっこのようなものが始まるわけですけど、まあ、先ほど言ったようにですね田辺聖子の時代から見るともう古いというのはその次のところ読みませんが、まあ、袴を履いてるんですね、えーえー、体操着というものがなくてまだ袴を履いて、えー、走ってるわけなんですけども。 えー、皆さんも経験あると思うんですがこんなふうにこう書いてあります、えー、ちょっと,と、えー、飛ばして「おその時とその日の委員の印の単行色のリボンを胸に結んでつけた上級の人たちが決勝点で到着の順を示す旗をささげて中央の最後の到着のラインのうちに並んだその中の一つの面影こそは水島さんであるその君の持つ旗の表には「1」と黒く染められてあった。 豊子の胸の鼓動は乱れた。そして誓うが如く、その赤い唇は木と引き結ばれた。え、これはどういうことかというと。まあ、ほら、あの一着になった、順位の子とか、二着の子とかを。よく、その順番に、こう、あの上級生の人なんかが、係の人なんかが、こう連れてきますよね。その係として、この水島さんが、え、一着の、旗のところにいた。え、つまり、ここでの決意というのは。 水島さんに抱き止められたいために彼女は一生懸命一尺になろうというふうにして決意の唇ををと結んででいるわけすすね続きを読みます紫の薄煙が銃口から上るとともに「走れ」と音は鳴った等しく地を離れた選手の足並み抜き手を切ってみなぎる大河を泳ぐ勢い口々に友の親しき名を呼んで「フレイ」と呼ぶ群衆のどよめき。 まあ当時不礼なんんてやっぱり言うんですねでその中を走りゆく豊子の瞳に映るものはただ霞の奥にきらめく星影のようにえひらめき並びく旗のもとに立つ美しい幻ばかりで、まあった。と水島さんはですね直接の水島さんじゃなく面影とかですね幻とか、えー、書かれているわけなんです。 まあそれだけ彼女のこのトヨの中に強くその思いっていうかその思い描くものがあって、まあむしろこう現実の彼女っていうのが見えないようなこう感じですらあるような感じがしますね。そしてそのカイナにふいに抱き止められるんです、えー。はっと息を凝らして危うく倒れようとする豊子を抱きす抱き寄せて耳元でえ耳元で近く囁く声よおめでとうもう大丈夫ファーストとさながら 次の表現は大変注意してほしいんですけども「谷間に落ちて気絶した勇敢な冒険者の唇に女神,が女神が憐れんで星の雫を垂らしたごとくにスッとそのきれいな静音が胸に響くと疲れも後もなく消えて、えー、パッチリと豊子は快く瞳を見開いて仰ぐと」とって書いてあるようにまあ一着に慣れたわけですね。しかしこのすごい比は何でしょう、えー、気絶した勇敢な冒険者 これは男性ですよね。そうなんです。まさにですね、えー、異性愛の部分を彼女は、えー、こういうふうに非、えー、の中で持ってしまうようなところがあるわけなんですね。えー、まあ、異性愛的な表現で自分のその気持ちが表現されているというふうに言った方がいいのか、こう難しいところなんですけれども、まあ、とにかく水島さんの美しさを まあ自分がその傷ついたえ冒険者のようなこう感じでえ抱き止められていくというまあそういう,こうまあそれこそ大行な比喩がここに描かれているわけですでさてえそのようなえ接触がまあ彼女の中から作られて起こったということはまあ彼女の努力によって得られたというのは多分この「花物語」の中の。 新しい展開じゃないかと思うんですが、まあ、それはちょっと最後に触れることにしてそれではこの2人はどのようになっていくのかということですっていうか水島さんへの思いが伝えられるのかということなんですが、まあ、それはまあ予想されるように伝えられませんその伝えられない印として送られるのが忘れなぐさなんですね本文のところもう一つ読んできますけれども えー、優しき人を胸にしたいつつ、ヒネムス憧れていたとて、ただ一言をだに君を思うとは漏らしえなんだ気の弱い子はと書いてあります。まあこのようにですね、えー、こう疑古文のような古文のような文章がここにこうあるのも吉野さんの初期の花物語の特徴で、まあこれはあの正直我々にとっては読みづらいかもしれないですし。 意味が取りづらいかもしれないんですけれども、まあ、そこが、なんとなく、こう古風な味わいのようなものを、こう醸し出しているというのは。ありますし、まあ、もう我々には、こういうものは、真似ができないような感じが、するわけなんですね。えー、とにかく、人に隠れて、涙ぐみつつ、美しい面影を。まあ、ここも面影ですけど、胸にかき抱くより、すべはなかった、ということになります。 え、そして、月日は経っていき、まあ、五年生である水島さんは春に卒業しなければならなくなるわけですから。まあ、たった一年間、彼女のことをこう思い続けて、い、何もできないでいたということです。しかし、最後に、やはり、吉田さんはドラマを用意します。このようなものです。最後のところですね。え、その日頃、水島さんのクラスルームの、その机の中に。誰が密かに送りしか、早春の空に、いち早く。 薄紫の小さい花びらを開いた忘れな草の一束が紅のひもに結ばれてあったその茎の根に水含みしスポンジに包みしはせめて別れのその日までしぼむなとの優しい心遣いかさても心憎き仕業よと水島さんはその花の贈り主の種なるかいかなる心を込めしものかは知る由はなかったけれどもあまりゆかしさに 外を取り上げて美しき黒髪にかざした。やがては帰らぬ少女の日の永久の思い出によと、その君が手箱の底に秘められようものをと、こう書いてあります。さて、えー、どういうことか、えー。見てわかるようにですね、えー、ここには、えー、豊子が言えません。えー、最後は水島さんの視点に大きく切り替わって終わるわけなんですね。 えー、これは豊子という小説の主体が、まあ、一瞬こう消えてしまったようなこう感じがあるわけなんですけど、まあ、皆さんここでそれをあまり感じないのは豊子があたかも忘れなさそのものにこうなってですねそしてもう一度彼女との身体的な接触えつまり、えー、その紐に結ばれていたその小さな花びらを開いた忘れなさをあまりにゆかしさに えー、外取り上げて黒髪にかざすわけですよねでこれは、まあえー、水嶋さんのことを思い続けていた豊子が、まあ、報われた瞬間のようにこう思いませんでしょうか、まあ、つまりこういう、まあまあ、言ってみればです、ね、こう小説が歪んでしまうようなところが吉谷さんにはあってで例えば最後の一文もその君が手箱の底に秘められようものをというのは その君というのは明らかに豊子から見た水島さんであるわけですけど文章的にはこれは流れが本当はおかしいような感じになって本来だったらここは丸を打って切り離していくべきものなのかもしれません。しかしこれによってですね豊子の小さな切ない願望は受け止められたというふうに考えられると。 まあこういうところが吉屋信子の小説の一つのこうカタルシスのような感じを読者に与えるものなんですね。さてもう一つ映し出していただくのはですね、えー、これよりも一月前、えー、この「忘れなぐさ」が書かれる前一月前に書かれた「ウコン桜」という小説です。 花物語は結果として花物語というまとまったグループができたわけですけど一つ一つはバラバラに「少女画報」という当時の少女雑誌にですね出す書かれた短編なんですね。ですから「右近桜」もこの「忘れ流さ」も全く関係はないわけなんですお互い同士。でそこでは何が書かれてるかというと、まあ、本文をいたし写していただきたいんですが。 えー「七つの春」と書いてあるように「私は」と書いてあるように私といいいいう七つの女の子の女子、まあ、わば、えー、思い出が書かれていますそして「イタリーのことからここに帰った」というふうに書いてあるように、まあ、一種の薄来趣味のようなものがこう生きているそして漁、えー、に入ってその漁の中で二人きりになった女の人のことを思うということです。 で、その美しい人は私の手をつとを取って名を問うのだった。はにかみながらも素直に答えれば。まあ、可愛い方と私を胸に引き寄せるというふうにして書いてあって。もうすでにですね、豊子が望んだような切ない思いが、もう最初から与えられているわけです。え、このウコン桜はウコン桜で大変面白いものですね。で、この女の人のことを、このお姉さんのことをセーラー姉様というふうにこう呼びます。 でそれはですねバーネットという有名なアメリカの小説の書いた「小公女」女という小説の、まあ、主人公がセーラー様なので、まあ、それにこう、えー、合わせるようにこう書いてあるい、まあ、わば教養があってそういうことをこう書いてるわけですね。というこの方はもう少しそれが切ない感じもうちょっとこう接近への欲望のようなものが強く深く悩ましいような感じで書かれてます。 たった1か月しか差がないんですけどここは大きいような気が私はします。まあ,あの文学の研究小説の研究っていうのはこうやって同じような作家が書いたものをまた比べてみることによってそれぞれの意味が違って見えてくるっていうそういう楽しさがあります。それからもう一つこの大正6年の5月というのは皆さんにも馴染み深い作家のある有名な作品が 単行本として出された年なんですねそれはですね、芥川龍之介です芥川龍之介の羅生文という短編が発表されたのは大正四年なのでまあこれよりも2年前なんですが単行本としていわば作家として大きくこうデビューを果たしたようなものはちょうどこの大正六年の5月に出されています芥川は当時24歳でした 吉田信子はちょうど芥川龍之介の妹のような年頃になるわけなんです吉田さんはこの時20歳です、えー、我々はですね近代文学の中で芥川の研究というのは本当によくされています、えー、しかし例えば芥川の羅生門という小説はまあ平安時代をこう舞台にした えー、盗人の心理なんかが描かれというというふうにこう言われて、まあ、皆さんもいろいろこう苦しめられるでしょうけれども、えー、ここに吉野さんが描いたようなこういうものというのとはまた違うようなものでしかないですよね。で、えー、吉野さんのような小説は、まあ、やはりこう授業の中で教えるのにはまあ、教えにくいわけです。まあ、人を恋したりしたったりするというのは まあどのようなものをこう人に与えるかっていうのは予見できないわけなので、まあ、例えば芥川のように下人は盗賊になる決心を固めて闇,の闇にこう出てったっていうふうに言ってもですね、まあ、まさかそれで強盗が行われるようなことはないというふうに思ってるわけですね。しかし吉江さんのこういう小説というのはまあいわば感染力があるまあ変な言い方ですけれどもそれをこう読んだ人間が その中にこう没入することが非常にこう度合いとして深いものじゃないかというふうにこう考えられるわけなんです。え実は小説の魅力というのはそういうものじゃないでしょうか。まあつまりそこに生きているまあたった十二歳ぐらいの新入生の女の子の切ない気持ちに皆さんがほんの少しでも向かい合うことができたらまあそれがえ小説を読むえ喜びであり。 まあそれをもう少し、えー、分かりたいもう少し深めたいということでいえば他の小説、えー、同じような小説でまた違ったような小説をこうたくさん読み比べてみる、えー、そういうことをするために、えー、こういう文学部とか、えー、日,日文とかそういうところをこう目指すのは、えー、よろしいんじゃないかというふうにこう考えるわけです。えー 吉屋さんのもう一つ他の小説でこれは「花物語」というものが連載された終わった後にまた昭和になってから新しいスタイルとして書かれた小小さき花々という小説ですそれからもう一つ昭和になって吉屋さんは1年間ぐらいの連載をこう書いていてそれはこう大変ストーリーとして面白い小説が多いんですけど。 実は同じ題名のの忘れな草というのもありますこれも「川出文庫」というところからまあ言ってあるので手に入ることができると思うんですけどこちらはこの今今日やった「忘れなさ」とは全く違う全然別の小説です。しかし揺れ動く少女の心理というのはやっぱりここにもあって。 まあそういうものをずっと吉田さんは書き続けていくわけなんです。そして、ウコン桜の中にこういう言葉があります。えー、先ほどのセーラー様がですね、私に向かってこのように言います。いつまでも子供でいてちょうだい、大きくなっては嫌と。まあ、セーラー姉様から私への言葉なんですけれども、まあこれは無理ですよね。これを言われた私は反発を感じるわけです。 えー、当然ですよね、まあ、成長していかななきゃいけないいけ成長していく果てには、えー、こういう、まあ、同性愛的なもの、えー、同じようなお姉さまを慕うものから異性愛にこう変わっていくものがあるわけです。えー、そういうものの中でここの言っている言葉というのはどういう重みがあるのか。 これにやかにはなかなかこう難いことかもしれないですけれども、えー、少女というものに対するまあ、限りない愛情を吉野さんは持ち続けただけではなく、えー、少女から成熟した女の人の結婚生活まで吉野さんは、えー、昭和になって、えー、書いていきます。それが吉野秀子という作家のですね大きさであり偉大さなんですね。えー、私はそういうものをですね、えー、学生と。 を読んでいて、本当にこう深く感じるところがあって、えー、毎日がこう楽しく思われています。まあ、このような感じの授業でしたけど、皆さんどのようにこう映ったでしょうか。まあ、質問のコーナーでぜひそれをお聞かせください。それでは終わります。 この質問ですけど、まあ先ほどこう授業でもやったんですけれども、やはりこう文と文章というものの面白さ、そういうものを感じますね。しかし、まあ今日こういう授業の中ではできませんでしたけど、映像にも読み取る意味とかそういうものはたくさんあります。そういうま人が作った、まある意味では心理とか人間関係とかを、まあその作った人の思惑を考えながら自分で読み解いていく。 まそれからその思惑を超えたような部分で読み解けるものをこう自分で感じ取っていくまあ、そういうことが好きなんですね。えー、例えば小説というのはですね、実は読んでいるようでいて実は読んでないっていう部分が多かったりします。読み返してみてあ自分はこんなものを読み忘れていたんだというふうにこう思うところがあります。 まあ今日の授業だと実はあのまつげがえこう下がっていぶし銀のようなというあの美しいところを僕はなんと見落としてましたで今度読み返してはいまた改めてああこんな美しい表現があったんだなって気づいた次第ですでそれはですねまあ広く言うと他者理解というか自分がこういう人はこうだと思ってたものの違う部分をこう発見する喜びに似てるかもしれません えつまり、えー、好きだとか慕うという気持ちの中にどういうものが潜んでいるのかということが、まあ、ああいう,こう描写の中にこうよく現れているわけですけれども、まあ、そういうものというのは普段我々はなかなかこう気が付かないものなわけです。まあ、だかからよくテレビドラマなんかで はっと声に気づくような瞬間があったりしますけれども、まあ、小説に対する愛好とか映画とか、えー、そういうものに対する愛好もいわば気づかなかったものにこう気づく喜びなのかもしれません。